とも呼ばれるロシアのアムール川水系から中国沿岸部全域、朝鮮半島、ベトナム北部にかけて後半に分布する。日本には自然分布しないが霞ヶ浦などで気化定着していることが確認され外来種問題となっている。体型は著しく川平田市体高が高い。全長20センチメートル以上。 最大では 27.5cm に達し、卵類としては非常に大型で、その大きさが和名の由来となっている。ただし、地域個体群により、最大体長の差は大きく、以前はそれぞれ別種として分類されていた。小型の個体群では 10cm 程度にとどまり、霞ヶ浦において2007年の時点で観察される、ものは、 ほとんどが12センチメートル以下となっている。種商名マクラプテラスは大きなヒレノイで、命名由来の通り背びれと尻びれは分岐難情数が多く大きい。原産地中国での故障は王である。稚魚器は背びれに稚魚藩と呼ばれる黒色藩があるが成長とともに消失する。体色は銀白色で、エラの後部に青色小があり、 体軸後半部には縦状がうっすらと入る。口ひげはあるが非常に短く、痕跡的で拡大観察により過労じてそれと判別できる程度である。背びれ分岐難状数は15から18。側線鱗数、脊椎骨数は共に34から37。形態は板センパラによく似るため、戦前には日本の研究者が 両者は同種なのではと考えたこともあった。故障や河川下流域、用水路などの寒水域内し止水域に生息する。雑食性で、小型の甲殻類や水生昆虫、付着藻類などを食べる。繁殖期は、大陸バラタナゴなどと同様に春から夏までの比較的長期間にわたり、霞ヶ浦における、繁殖世紀は5月から6月初旬。 繁殖期のオスは体色が暗くなると共に淡いピンクに染まり、下腹部が黒くなる婚姻色を呈する。背びれは黒に、尻びれは白と黒に縁取られ、粉先には追星が出る。婚姻色は棚ゴ類としては地味である。一方、メスは産卵管を80から100ミリメートルほど伸ばし、棚ゴ類では最も長くなる。 他のタナゴ類と同様にイシガイカの淡水性2枚が用、産卵母貝とし、貝の貝頭口内に産卵する。孵化した死魚はそのまま貝の中で卵黄を吸収しつつ、成長し、他のタナゴ類より短期間で、全長約9ト、mm、ルになり貝から泳ぎ出る。以後も、急速に成長し、秋には6 0ト、mm、ルほどの大きさになる。自然界での寿命は1から2年で、 二年以上生きる個体はごく少なく生魚全体の一割未満である。棚ゴ類としては大型だが身が薄く、小骨が多いため、ほとんど食用には供されない。寄生虫を保持する可能性もあり、生殖には危険を伴う。日本では釣りの対象魚となっている。2001年より本種が霞ヶ浦で確認されるようになった。移入経路については、 干渉魚として、日本国内に持ち込まれ遺棄されたものが繁殖したとする、説や、食用、または、淡水真珠の養殖用として輸入された、中国産比例化腸外に種病が混入していたとする、説がある。水産試験場や市民団体の現地調査によれば、当初は、新都根川川口部などで少数が採捕されるのみで、あったが年々生息範囲と、 個体数が急増し、2007年の時点において、霞ヶ浦全域で定着している。本種は大型であるため、在来タナゴ類との石貝などの産卵母飼争奪戦において優勢であり、タナゴや赤ヒレタビラを駆逐して置き換わったものと考えられる。本種同様に霞ヶ浦における大型の移入タナゴである金ヒラは、秋が繁殖期で、春夏に繁殖する本種とは、 競合を起こしににくく増殖の妨げにはななっていない飼育個体の息や釣り人による移植など、今後さらに人為的な拡散が行われる可能性も指摘される。2008年現在も、利根川水系などを通じて、周辺水域へ新たに分布を広げつつあると見られ、インバ沼や手賀沼でも生息が確認されている。在来種の絶滅など生態系に、 大きな影響を及ぼす可能性もあるとして対策の必要性が議論されており環境省は2016年に本種を特定外来生物に指定した。ありがとうございます。